岩田祐吉は日本の映画俳優。新派から映画界に入り、初期の松竹鎌田撮影所で2枚目俳優として活躍した。栗島澄子とのコンビで人気を博し、諸口19、勝美洋太郎らと並んで松竹の代表的スターとなった。独特の渋い演技で幅広い役柄をこなし、後年は脇役に転向した。 1949年頃1887年3月23日、岐阜県大垣下町に岩田家平の六男として生まれる。中学卒業時に家業の御福屋が倒産し、単身で中国に渡るが、志破れて2年後に帰国した。帰国後は激会に志を向け、1908年11月に、開所した藤沢浅次郎主催の東京俳優養成所に、 第一期生として入所。同期に田中英座、諸口19、上山総人、勝見陽太郎らがいる。1911年に同校を卒業し、俳優学校第一回卒業生支援、廃場に諸口、田中らと共に出演した。その後は河合武雄の門下に入り、1913年に河合が設立した公衆劇団に参加。 花屋翔太郎と前後して、新波劇の幹部に列せられた。1915年9月には、武田正則と河村加良が旗上げした新日本劇に参加。座院には、佐月信子、正しくにひ下流、長井関長らがいた。1920年、創立間もない小区鎌田撮影所に入社し、村田実監督の奉仕のバラで映画初出演。 翌1921年公開の悪魔の崖で初主演し、4月公開の首人奏で栗島澄子と共演して好評を博す。以来、過去監督の酒中日記、池田義信監督のクレイク旅路、ニュー姉妹などの作品で栗島と共演し、川田芳子、諸口十九と並ぶ松竹鎌田のドル箱コンビとして人気を得た。 1923年には、池田監督の先導小唄で栗島と主演、作品は大流行した主題歌と共に全国的にヒットした。その後も、牛原宇津彦監督の黒川博士、野木大正伝、島津康次郎監督のお坊ちゃん、野村薫邸監督の父帰るなどに主演、佐々木常次郎監督の永遠の心は、ドイツにも紹介され、 その演技力は高く評価された。1929年1月8日、井上正夫、藤野秀夫、栗島、川田義子、劉作子と共に大幹部に昇格した。1930年代は中年の脇役に回ることが多くなり、島津監督の隣の八重ちゃんなどでは父親役を演じた。百三十八年以降は新興キネマに出演したが、 1942年公開の春演から次以降の映画出演はない。その後は鎌倉で妻と共に暮らしていたという。1979年に第3回山地文子映画功労賞を受賞。1980年1月18日、老衰のため東京都世田谷区の自宅で死去。92歳没。ありがとうございます。